You see here in this video, two figures. One is a figure sketched by Agostino Veneziano, and another one by Michelangelo Buonarroti in the painting of the Battle of Cascina. Both are exactly the same, as you confirm here. In this case, most probable solution to solve this mystery is that. Agostino Venetiano plagiarized Michelangelo's work from the Battle of Cascina, but it was not correct. The figure itself is Agostino Venetiano's style of painting, not Michelangelo Buonarroti. Here are some of his works with which you may know this is Venetiano's style of painting. Agostino Venetiano is wrapped with fuller mysteries, and here is another mystery about him. He knew all these facts which I Hiroshiyashi have discovered in these six years. these facts, which Venetiano never knew, ここに nemino アゴスチのベネチアーノによって描かれた絵ですもう一枚はミケランジェロ・バロノティによって描かれた絵です。全く同じです。となると、ヴェネチアーノがミケランジェロの絵を盗作したということになりますが、それはありえません。なぜなら、この絵の作風はヴェネチアーノのものだからです。この事実をどう考えたらよいのでしょうかそればかりではありません。 ベネチアーノは私が2012年以後私が発見し私しか知らなかった事実を知っていましたなぜでしょうかベネチアーノの謎はますます深まります広林ハママシティジャパンほぼ同時代の画家ということですからお互いに影響し合った とということは十分考えられます左がヴェネチアーノの絵です右がミケランジョロの絵です全く同じですがそれだけではありませんでしたヴェネチアーノはこんな絵も描き残していましたタイトルは分かりませんが私林宏は神々の系図を描いたものだと判断しました 一番上に描かれているのが牛牛です牛つまりエア・エンキギリシャ名プロメテウスの、まあ、シンボリックな動物ということになりますそのギリシャ彫刻によればミトラはエア・エンキつまりプロメテウスを倒して位についたということになりますまたそのように解釈できますそれはともかくも牛イコールプロメテウスということになります そして上から2つ目水色の枠で囲った部分に注意してくださいここに描かれているのは誰かということですけれども同じ人物をあのレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いていましたここが今日のポイントということになりますから皆さん自身の目でしっかりと確認してください左の絵とそしてダ・ヴィンチの描いた まあ人体図の中の男性の顔と比較してみてください私は同じと判断しましたそしてこの人物は1500年後のイエスの顔そのものであるというふうに私林宏は判断していますまたそうした事実を知ったのは私林宏ということになりますがどういうわけか ベネチアーノの絵の中にはその人物が描かれていましたそしてその絵をですね、えー、加工しバリエーションを加えてできたのが私たちが知っているあのレオナルド・ダ・ヴィンチの顔ということになりますこうしてレオナルド・ダ・ヴィンチなる芸術家の自画像は捏造されたということになりますがそれは今日のポイントではありませんえともかくも ヴェネチアーノの絵の絵中に、それれが示されていいるととうことです。つまりこの絵の流れからするとエア・や円紀から間に花が描かれているようですけどもそれは分かりませんけどもそれがダ・ヴィンチ =1500 年後のイエスとつながりそしてその下に奇妙な動物らしきものが描かれていますこの動物に注意してください 横伸ばししてみます。幅を拡大してみます。そしてカペラシスイナの天井画の絵の中に描かれている羊と言われている動物と比較してみます。この赤い丸の中にその動物が描かれています。拡大してみます。これがその動物です。大変よく似ていると私は判断しました。目 口のあたりですね、特に口のあごのあたりに注意していただきたいと思います。そして角らしきものも隠し絵の手法で描かれていると私は判断しました。あからさまにバホメットの顔を描くことはできなかったものと思われます。そして一番上の角をです、ね、下へ下ろしてみると、左側ですけども、まさしくそれはバホメットの顔になるわけです。つまりこうして、 つまりこうしてプロメテウス1500年後のイエス・ダヴィンチそしてバフォメットへとつながっていきますこうした一連の事実を発見したのは私、林博士ということになりますからどうしてヴェネチアーノが今から500年前にそれを知っていたかということにもなるわけですもう一度皆さん自身の目で確認してください一番上の牛は延期つまり プロメテウスを象徴するる動物であるそして2番目の人物はですね、レオナルド・ダ・ヴィンチそのものである。1500年後のイエスということになります。そして一番下にバホメットが描かれているということです。つまりこうした流れをヴェネチアーノは知っていたということになります。どうしてそれを知れたかということですね。どうして ベネチアーノはそれを知り得たかということですけれどもつまりここに大きな謎が隠されているということになります、まあ、言い換えるとベネチアーノはそれを知る立場にあったということになるのではないでしょうかで結論ということになりますアゴスティノ・ベネチアーノです 彼はこういういいい絵を描いていました。彼の作風です。そして全く同じ人物がカッシナの戦いの絵の中に描かれていました。全く同じです。私がマリアであると判断した絵です。左右を反転してみます。全く同じですね。ということはフェネチアーノがミケランジェロの絵を 書き写ししたとといううことになるんでしょうかベ、えー、ネチアーノはミケランジロより15歳若かった芸術家です。その当時15歳です。ですから、弟子であったということも考えられるわけですけども、しかしそれにしてもよく似ているということですね。そして左はベネチアーノの作品として現在紹介されています。右は ミケランジロの作品としてて紹介されていますとなると、ヴェネチアーノはミケランジョロの仕事をですね、盗作したかということになりますけども、それは私はありえないと思います。というのは、この絵そのものがミケランジョロの作風というよりも、アゴスチのヴェネチアーノの作風だからです。一貫してヴェネチアーノはこのような絵を描いています。となると、ミケランジョロがベヴェネチアーノの作品を、 盗作したとということになりますけれどもミケランジョロははそんんなことをする必要はありませんミケランジョロ自身も1500年後のイエスのつまりは操り人形芸術家であったからですということを考え合わせていくとメネニチアーノもまたということになるのかもしれません今後さらに検証を重ねていきたいと思います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 深くなるあのルネサンスの芸術家たちの 闇ということになります。 Jesus, why did Judah betray Jesus? God Answers Organization website answers as follows: Why we cannot be absolutely certain why Judah betrayed Jesus? Some things are certain. First, although Judah was chosen to be one of the twelve. All scripture evidence points to the fact that he never believed Jesus to be God. He even may not have been convinced that Jesus was a Messiah, unlike the other disciples that called Jesus Lord. Judah never used his title for Jesus and instead called him Ravi, which acknowledged Jesus as nothing more than a teacher. While other disciples at times made a great professions of faith and loyalty, Judah never did so and appears to have remained silent. This lack of faith in Jesus is a foundation for all other considerations. However, today's point is not this. You see strange hands in the sketch, The Battle of Kashina. Sketched by Michelangelo Bernotti, and here in this video, I would like to examine whose hands these are. Although so, I just reckon that these hands are Judas to say it's one thing, and to prove it is another thing. Michelangelo. カッシナの戦いの絵の中で奇妙な手を描いています。私はこれはキリストを裏切ったユダの手と考えていますが、そう思うというのと実際そうであると証明するのは全く別のことです。で、この動画の中ではそれを証明してみることにしました。小さな小さな謎ですが、それを証明するのは 大変なことでした。広しはやし、ハーママシティジャパン。最初に今日の動画の道筋を皆さんに話しておきます。えー、ミケランジェロが書いたカシナの戦いです。で、この絵の中にですね、えー、ここにイエス・キリストがいるということを証明します。 次に、左の上にですね、マリアがいる。イランナ・イシュタールがいるということを証明します。まあ、ここにいる左の人がですね、マリアです。それを証明します。で、続いて、この群像と言いますか、の人たちは、イエスの12人の使徒 プラスアルファ、女性もいますけども、まあそう人、そういった人たちがいるということを証明します。そして、まあ、この中に11人の弟子がいるわけですね。そしてこの下の赤い丸です。この手はイエスを裏切ったユダの手であるということを順に説明します。ミケランジェロ・ブアノルティ・ が描いたとされるまあ大変奇妙な絵がありますカシシナの戦いというタイトルの絵ですまあ奇妙な絵なんですけどもこの絵の下の方にこれまた奇妙な手が2本描かれています、えー、赤い矢印のところを注意深くご覧ください黄色い枠で囲ってみました水の中から手が出ていますこれは誰の手かということなんですねで今日はこの動画の中で、えー、この謎について考えてみます まあ小さな小さな謎ですけども、その向こうには巨大な謎が隠されていました。この手は誰の手なのかということですね。マルカトニオ・ボログニーズという画家がいました、えー。ルネサンス期の画家と思われますけども、まあ、これ以上資料がありませんので詳しいことはわかりません。その マルカ・トニオがですね、大変奇妙な絵を描き残しています。これがその絵なんですけども、この絵の中にも隠し文字、つまり一文字の形で数字が仕込まれていました。七、七ですね。で、七七はですね、ヘブライ語およびユダヤ語のゲバトリアでクライスト、つまりキリストを意味します。言うなれば暗号のようなものと考えてくださって結構です。まあ 77イコールキリストということになります。で、同じようにですね、えベ、ー、ネチアーノも大変奇妙な絵を描いています。アゴスティのベネチアーノです。で、このベネチアーノの描いた絵に今日は注意していただきたいと思います。やはり、隠し文字、一文字の形で、5、0、0はもう少し大きいかもしれません。そして、2が仕込まれていました。一番左端はですね、 1>, 1と判断できますけども、まあ確かではありません。まあともかくも1502という数字が浮かんできます。これをですね、ゲマトリアで読みますとですね、えー、まあ、イエスの精霊ということになるわけですね。1502。いわゆるこれはあのユダヤのゲマトリアです。まあそのような意味で使ったということですね。そしてミケランジェロもカシナの戦いの中で えー、それを表現しました。これがカシナの戦いですけども、えー、この中には一文字が仕込まれていました。場合、林ロシの発見です。で、これがカシナの戦いですけども、ここに7があります。で、775027と数字が浮かび上がってきます。まあ、これがあの、隠し文字一文字ということになります。まあ、500年間誰も これに気がつかなかったんですよ。で、77というのはですね、やはりユダヤのゲマトリアで読みますと、これはイエス。キリスト、キリストいうことになるわけですね。キリストをですね、ゲマトリアカ,カルキュレーションで読みますと77。で、五例は聖書のという意味です。そして27はカインですね。という意味です。 ですからこれ読みますと、キリストは聖書のカインであると読めるわけです。まあ、ミケランジョロはそのようなメッセージを残したということになります。で、マルカ・トニオと、それからベネチュアーンと、それからミケランジョロの絵を比較してみます。まあ、大変、まあ、奇妙と言いますか、えー、奇妙なやはり奇妙ですね。事実に気がつきます。 で、左下がマルカトニオス、それ右下が、えー、ベネチアノということになるわけですけども、上のその、ベケランジの書いた絵と比較していますと、同じ人物がそれぞれ描かれていることがわかります。中部からご覧くださいね。同じ、同じですね。そして、7という数字を表しています。で、ここにいる人も同じですね。で、5という数字を表しています。0ですね。同じですね。となりますと、これ同じ画家が書いたのかということになるわけですけどもね。 あるいはどうなのかということですけども、上のそのカシナの戦いの絵はですね、これはあの、ミケルランジョルの描いたスケッチ画を弟子がスケッチしたということになっています。ですからまあそういった形でコピー画が作られたということは十分考えられます。ともかくもこのように同じ人物が描かれているということです。まあこれをどのよう,うに解釈するかは、まあ、今日のテーマではありませんので、まあこうした奇妙な点がある というところに注意してください。そしてこの人物なんですね。背中に、まあ、人間にはないボコボコとしたコブができていて、そして背中のにはヒレがありますね。いわゆるラム族特有のヒレが表現されています。右はですね、システナ礼拝堂の天井画のリビアのミコと呼ばれている、まあ、絵ですけど、これはミコ、すなわち女性ではありませんよ。まあ、それをこれからちょっと簡単に説明しますけども、まあ、こうした絵をですね、ミケランジロンが描いて いたとということですね、まあ、ミケランジェロが書いたわけではありませんけどもね、ミケランジェロを通して1500年後のイエスが書かせたということになるわけですけども、この人なんですけども、乳首を宙深く見てください。で左もこれはあの、この絵もなんとなくこう女性っぽくは見えますけどもね、私はこの人は男性と判断しました。えーまあ、それがですね、シータ・礼拝堂の天井画として表現されているということです。 まあ、リビアのミコ、ミコですね。まあ、女手字を書くわけですけども、リビアのミコではありませんね。男性の乳首が小さいですけども、表現されています。もし、この人が女性であるならば、乳房がですね、このように見えてもおかしくないわけです。また見えるはずですね。しかし、そういった乳房がなくて、まあ、男性の乳首を持った人、なわち、この人は、 男性であるというここととにななりますす自然な礼拝堂のこの天井側ですね男とか女がもうめちゃくちゃですからその点を注意してまた検証なさってみてください。これは余談です。ベネチアーノの絵に戻ります。ベネチアーノの絵です。この絵の中にもイエス・キリストが表現されています。 右下にいる人物がイエス、キリストです。足の皮を剥いでいます。ベローと剥いでいます。で、これがイエスだとするならば、左端に立っている人はですね、バランスから考えて、私はマリアと判断しました。やはり、まあ、ストッキングのような皮をですね、ベローと剥いでいるか、剥いでいるところでしょうね。で、顔を見てみますと、やはりこの、 どこか女性っぽいということですね。すなわち、右にイエス。そして左にマリア。バランスをとって、このような絵が描かれたものと判断しています。つまり、これがマリアということになるわけですね。で、その証拠をこれからお見せいたします。ヴェネチアーノの絵に戻ります。その中には、1502という数字が隠し込まれています。15、すなわち15というのはですね、 えー、イナンナ・イシュタール、ヘブライ名マリアの神聖数ということになります。そして例に逆に読み,読みますと、20というのはシャーマーシュの神聖数ということになります。えー、イナンナとイュタールが組んでですね、キリスト教を立ち上げました。えー イナンナイスタールのヘブライ名はマリアです。また1、1502のこの4つの数字を足しますと、8になります。8というのは、8方向に伸びる金星のマーク、すなわち、イナンナイスタールのシンボルマークへとつながっていきます。ともかくも1、15、15はイナンナイスタールの神聖数であるということ。そして、20というのはですね、シャマシュ、すなわちイエスの神聖数であるということになります。つまり、この絵はですね、左に立っているのが、 イイナンナンなわちマリア。そして右に、まあ、足の皮を剥いでいるのがイエスということを示しているということになりますここが重要ですからもう一度皆さんに確認しておいていただきたいと思いますベネチアーノの描いた絵ですこの絵の中には一文字の形でつまり、えー、隠し文字が仕込まれていました1502 で、15、すなわち15というのは、イナンナ・ヒタール、ヘブライ名マリアの、えー、神聖数です。そして、02、20というのは、シャマーシュの神聖数です。イナンナ・ヒタールがですね、シャマーシュと組んで、キリスト教を立ち上げました。で、1502を足しますと、8という数字にもなるんですね。 箸というのは、イナネシュタールのシンボルマークである八方向に伸びる金星を表す数字としても使われています。で、上がですね、右がカシナの戦いの中に描かれている男性です。その左の絵がですね、これはレオナルド・ダヴィンチになる画家が描いたとされる人物像です。で、まあ、花冠を被っているところからですね、いわるラム族、レプタリアン族の王であることを示します。なおち、これがイエス・キリストということになるわけですね。 そして、鳳凰の被る帽子も、この絵の中に隠し込まれています。えー、つまり、このバランスから考えてですね、右がイエス・キリストですから、左に立っているのは、これは私はマリアと判断しました。今言いましたように、15という神聖数がその証拠ということになります。で、この人はマリアということになるわけですね。やはり、足の皮をベローと吐いているところと考えられます。そして、背中にはヒレがあり、えー、体中にはボコボコの、いわゆるコブが できているということですね。で、まあこれがマリアであると判断しましたバイハヤシヒロシです。で、このようなヒレも表現されています。で、顔をですねよく見ますと、まあこの顔はですね。 え、やはり女性っぽいんですよね。で、カッシナの戦いについて言えばですね、皆男性であるというふうに、あの、一般には、あの、解釈されてますけども、このカッシナの戦いの中には、明らかに、まあ、女性が少なくとも2人、あるいは2人以上描かれています。それもこれから説明します。繰り返しになりますけども、1、5、0、2。 右端にいるのがイエス・キリストです。そして左端にいるのが、えー、いわゆるイナンナ・イスタール、マリアということになります。1号0にですね。確認していただけましたかここが重要なポイントです。ダヴィンチの謎についても少し触れておきたいと思います。 シ頭の戦いの中には、775027という数字が隠し込まれています。その775027の中からですね、数字を抜き出してダ、ダヴィンチは自分の死亡日としました。67歳の5番目の月の2日に亡くなったということになったわけです。しかもですね、6752を足しますと、20となります。すなわち、先ほど言いました、シャマーシュの申請数と一致します。 まあ、このような形でですね、まあ、あの、カシラの戦いの中の、まあ、右下にいる人物はですね、シャマーしてあることをミケランジョのある画家が、まあ、示したということになります。そしてまあ、775027の数字を抜き出して、自分の死亡日としたということはですね、ダヴィンチはその日には死んでいなかったということになります。カシラの戦いの絵ができたときには、まだレオナルド・ダヴィンチのある画家は生きていました。 もう一つ外堀を埋めておきます。先ほどカシナの戦いの絵の中の右下にいる人物は、まあ、イエス、キリストであると私は説明しました。まあ、何度も説明したことなんですけども、ここでもう一度確認しておいていただきたいと思います。これはミケランジョロなる画家が作ったとされるペーター像ですけども、この向かって左がイエスの右腕に注意してください。まあ、奇妙な人間にはない古文がボコボコと表現されています。この古文に注意してください。 このコブですね。人間にはありませんね。このコブがですね、まあ、イエスの右腕に表現されているということです。中部科学をご覧ください。これはイエス像ですよ。ペーター像ですよ。マリアがイエスを抱いているんですよ。そのイエスの腕にですね、このようなコブが表現されているということです。中部科学ご覧ください。コブですね。でこれ、このコブと同じものが実はカシナの戦いの絵の中にも表現されています。このコブに注意してください。 このコブが特徴。このコブが特徴というの、まあ、特徴的ってことになるわけですね。で、まあ、このカシナの戦いの、やはり右下の人物ですね。頭に鼻かんぶりをつけているこの人物に注意してください。繰り返しますけど、この人物は靴下を履いているのではないんですよ。足の皮をベローと履いているんですよ。その人物の、この向かって、えー、右側のね、左腕に注意してください。この腕と、 ピエタ像の中に表現されているイエスの腕と一致します。まあ、切り出して、90度を動かして、拡大して、そして左右反転してみます。まあ、このような形でですね、ミケルランジョロなる画家はですね、このカシナの戦いの右下の人物はイエス、キリストであることを示しました。古文に注意して、まあ少し影になってますから、見にくいかもしれませんけれども、注意深くご覧ください。 そして特にこの肘のあたりのコブですね。このあたりが一致しています。中部からご覧ください。なわちこのような形でですね、左がイエス・キルストですから、右のこの人物もイエス・キルスということになるわけですね。まあ、統一性を持たせてこのように表現したと、私、林博史は判断しています。 まあ、つまり、えー、左の人物がですね、イエスであるから中央もイエス。そして、ダヴィンチになる画家もですね、解剖図のところで同じような腕を表現しています。特に上腕の部分に注意してください。ボコボコと、あの、コブがありますね。左、左のベータ像のイエスにも同じようにボコボコと、まあ、そのコブが表現されています。そして上腕のところにこのようなヒレも、ヒレがありますね。 これは筋肉が盛り上がったからできた、あの、境目ではなくて、まあそのようなヒレがあると判断できますね。そして上のところにはボコボコとした、まあ、コブがあると。まあこのような形で三者がつながっていくわけです。まあ簡単に言えばみんな同じ画家、すなわち、1500年後にイエスが描いた絵ということになるわけです。そして右下の人物はイエスということになります。これで皆さん先ほどのベネチアードの絵の 右、右た人物がですね、イエス、キリストであるということに納得していただけたと思います。同じ人物ですからね。同じ顔ですからね。ですから、まあ、これがイエス、イエスということになるわけです。もう一度確認してください。比例に注意して、古文に注意してください。同じように表現されているということですね。まあ、それが左の方は彫刻という形で表現されているということになります。 わ、まあ、かりやすく言えばですね、左の彫刻も右の絵もですね、人間技ではないということです。さらに確認していただきたいことがあります。えー、これはレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が書き残したと言われているスケッチ画です。そして、この人物と同じ顔をですね、 メケランジョロなる画家が描いています。カシナの戦いの中に描かれている、まあ、先ほどからイエス・キリストと判断した人物です。そして右がペータ像です。そして右二つはですね、腕でつながります。そして左二つはですね、同じ顔ということでつながります。すなわち一番右がイエス・キリストですから中央もイエス・キリスト、そして左もイエス・キリストということになります。 中深くご覧ください。そして、皆さん自身で確認してください。で、私は、これがですね、今から2000年前、ルネサンスから見ればですね、ルネサンスに先立つ1500年前のイエス・キリストと判断しました。となるとですね、この周りの人たちは誰かということになるわけですね。で この周りの人たちに注意していただきたいんですけども、どこか人間っぽくないですね。そしてこの左の人物の首には生命維持装置のようなものが首の周りについています。そしてこの人たちに注意していただきたいんですけども、どうも人間のようではないような気がするわけですね。まあ、どこかボコボコとしたコブがまあ表現されているように思います。で、この顔、 の人物がですね実はカシナの戦いの絵の中にも描かれているということです。つまりですね、こうして顔を並べてみるとですね、まあ、どこか人間らしからぬ顔ということになるわけです。そそしてそのまあ中央に えー、2000年前のイエスの顔を置いてみます。まあ、こういう絵をレオナルド・ダ・ヴィンチ・ナルカが描き残しているということですね。そして、まあ、この4人は誰かということですけども、まあ、イエスを中心とする4人の仲間ということになるわけです。仲間ということになりますと、まあ、一般に言うと、弟子、使徒ということになるわけですね。そして、まあ、こう比較していますと、今赤丸でまあ、結んだのが、これがイエス自身ということになります。 で、左上はですね、これはレオナルド・ダヴィンチの描いた絵ですよね。で、右が、これはミケランジュの描いた絵ですけども、顔が一致していると。なわち、これがイエスってことになりますね。で、他の4人もこの中にいるんじゃないかなと思うんですけども、この人が特によく似てるんですね、顔がね。見てください。ですから、まあ、あのー、左上の、ま、仲間たち、まあ、イエスとその仲間たちの 仲間たちがですね、まあ、下のですね、ミケランジョの頭の戦いの中に描かれているということになるわけです。ただ、あの、他の人たちはあまり顔が似てないと言いますか、あの、ちょっと難しいかなという部分はありますけども、まあ、こうして、両者を突き合わせてみるとですね、まあ、ダビッチの描いた人物と、そしてミケランジョの描いた頭の戦いの中の人物が、まあ、一致していると。完璧には一致していませんけども、よく似てるなというレベルで似ているということですね。 すなわち、ここに、頭の戦いの中に描かれているのはですね、まあ、一般的に言われているような、まあ、説明書きの人物ではなくて、えー、イエスとその仲間たち、すなわち、まあ、12人なら12人でいいわけですけども、12人の弟子ということになるわけですね。 で、人数が17人で合わないじゃないかとおっしゃいますけども、この中には女性も描かれてるんですよ。今ちょっと赤まで囲んでいましたけど、この人は乳首がありますね。胸が大きくて乳首がありますね。そして、えー、その左の,下下の人はですね、なんと女性器が正確に、まあ、描かれています。まあ、ミケランジの描いた絵の中で、このように女性器が正確に描かれてる絵というのは、これ1枚だと私、林博士は判断しています。まあ、私が見つけた範囲では、これ1枚だと判断しています。 で、ここにも人がいるんですけども、これどうも女性っぽくないんですよね。で、頭、もうなってますか、くるくると巻いてる。ターバンのようなもの巻いてる。あの、皮膚を剥いでいるのかもしれません。ともかくも。ですから、まあ、あの、4人、この中に少なくともあの女性が描かれているということになるわけです。で、右上の方にはローマ兵も描かれているような感じですね。ただし、ここに描かれているのはですね、えー、12人の イエスと十二人の弟子ではないかと、そのように判断したわけです。で、もう一度ここで確認してくださいね。いよいよ確信部分ということになるわけですけども、上がベネチアーノの描いた絵ですね。で、下がミケランジョの描いた絵です。で、ベネチアーノの絵の,の方でですね、ここに、両端に、ここにいるのがイエスであると。 そして左走るのがマリアということになりますね。ですから同じ人物が下のカシナの戦いの中に描かれてるから、えー、このキーワークの人は、 イエスと、それからマリアということになるわけです。で、まあ、全体で18人いますからね。まず2人を取り除きますと16人になるわけです。そして、まあ、この中に明らかにチブサがあり、女性権ある人をですね、2人除きますとですね、14人となるわけですね。他にも女性っぽい人、それから、まあロ、ローマの兵隊らしき人もいますからね。まあ、数がちょっと合わないっていう部分もあるんですけども、13人から14人が残るということになります。 まあ、もう一度念のために人数を確認しておきたいと思います。全体で18人の人が描かれています。で、下の手の人も加えますと19人になります、ね。で、この方、今赤丸つけた方はですね、まあ女性器が正確に描かれていますから、まあ、女性と判断します。ミ、えー、メケランジュロが描いた絵の中でもこのようなものが描かれているのはこれ1枚だけですね。私が発見した範囲では1枚だけです。 で、これで、まあ、この人を除いて16人になってでこの人にはちぶさがありますから、また1人除きます。まあ、これで16人になるわけですね。で、まあ、女性を除いているということです。そして、この人がですね、まあ、先ほど言いましたように、これは男性なんですよね。ですから、引いていいのか悪いのか分かりませんけども、体つきがどこか女性っぽいですね。 でその下に、右下にいる人は、これは頭から、あまあ、顔を剥いているんでしょうけどもね、ターバンのようなものを巻いてますけども、顔が女性っぽいということで、まあ、順に減らしていきます。まあ、二人減らしますとね、これで重要になるわけです。 まあ私がここで証明したかったのはですね、12人の弟子をですね、この中に表現されているはずだということで証明したかったんですけども、まあ男女の性別がはっきりわからないということとで,ですね、もう一人、ローマ兵のような人も描かれてますからね。ですからどのように判断していいかわかりませんけども、ともかくも12人、あるいは13人以上前後のですね、 まあ、あの、弟子が描かれていると、私は判断しました。まあ、百歩譲ってもですね、まあ、この中にはイエスとマリアが描かれてますから、残った人たちがですね、弟子と考えても、まあ、なんだおかしくないわけです。もう、その中に手が描かれているということになります。で、まあ、その、 イエスとマリアが描かれていて、そしてイエスの弟子たちが、まあ、描かれていると、まあ。そのように判断したわけですねで、まあ。この4人については、一応女性と判断して、そしてイエスとマリアを除くと。で、6人を除くと。で、18人を除きますから、12人となるわけですけどもね。ローマンソージャーを1人除きますと11人で、 じゃあもう一人はどこにいるかというと、水の中にいるということになるわけです。で、水の中にいる人は誰かということになりますと、12人の弟子の中で、このような、まあ、扱いといいますか、このような立場にあったのは、ユダ一人ということになるわけですね。で、まあ、そのように判断したわけです。今、まあの、9と書いた数字の人がローマ兵ですからね、これをローマ兵とするならば、まあ、黄色い人がですね、 黄色い人を入れて12人の弟子ということになるわけです。で、その中央の赤い丸の人が男性ということになりますと、どこかでもう一人、調整しな,くてなければならないということになります。ともかくもうそういった人たちが、このカシナの絵の中にまあ書かれているということですね。で、結論から言いますと、 まあ、この歌詞の絵の中に書かれているのはですね、イエスとマリアと、そして12人の弟子プラス、まあ、アルファということになるわけです。その12人の弟子の中でですね、まあ、助けてくれ、助けてくれと言ってもがいているのが、私はユダと判断しました。まあ、この手がですね、ユダの手と判断する、まあ、証明するためにですね、本当に本当に回りくどい、回りくどい説明になりましたけども、まあ、私自身もですね、こんなに手こずるとは思いませんでした。 つまり結論を言いますと、この手は、まあ、イエスを裏切ったユダの手ということになるのではないでしょうか。また、林博士はそのように判断しました。まあ、皆さんの判断はどうでしょうか。それでは皆さん、バイフォーナウ。